れ2分3分前にここに座ってるんだけどね、なんでなんだろうね。スカバラダさん、ダダダダムダさん、キョンシーさん、坪井祐介さん、京平さん、天使のヌヌさん、ポップさん、ビルマさん、東京特許許可局局長さん、ダダダダムダさん、キョンシーさん、セリアさん、ありがとう。人間ってそういうもんね。ほんと？ミキさん、ありがとう。キヨもさ、とりあえず大林が神だったって。いやー、満塁ホームランは熱い。目線外しに釣られました。ほんと？雨降ってないよ。今夜も可愛い。今日光をバチバチに焚いてるんですよ。気づきました。2個焚いてる。レブニアンさん、坪井祐介さん、誰が満塁ホームラン打った？ドゥーバヤシさん、カープ。いつか逆転満塁ホームラン。そうだぞーん、見てました。サンフレ見てたんだけどね。映画館に行ったの？うん、あれです、ネットフリックスで見ました。確かにネットフリックスで見たって言った方があれですね、優しいですね。皆さん何で見れるんだろうって思っちゃうか。なんだったっけ、ボタンの魔女、クロロリンじゃなくてキャロライン、カロロイン、なんだったっけ題名。ああ忘れた。韓国映画見てない。ちょっとだけなんかなんだっけ、イテボンクラスみたいなやつを調べてちょっと最初だけ見たけど、なんか難しそうでしたね。マサさん、レブニアさん、ありがとう。頑張れビームちゃうね。頑張れビーム。コララインか。袖を切った T シャツを着たことありますか？デブニアさん、ももさん、ありがとう。イテボンクラス。スグルさん、デブニアさん、バンジュラモンスターさん、白鳥さん、ありがとう。あれ最初だけ欲しい。欲しい？最初だけ欲しい。コララインの監督さんの昔の映画が大好きだったんだ。そうなの？すごい。どんな映画ですか？広島が負けて残念ね。3対0で最近ずっと勝ってたのに第2で負けちゃったね。面白い？面白くない。アラブリチャマくんのパート3保存しました。起きる。白鳥さん、キヨさん、ありがとう。ナイトメアものかな。あ、そうなん。おやすみメールの写真は何？私の今日のお昼ご飯。あんまり気にならんかった。別の世界に行くってとこリメンバーミーに似てるかもって。確かにリメンバーミー。サンフレッチェの選手以外で知ってる選手いる？うん、何人？
光平さんのヒーローインタビューなんちゃってっていうのが面白かった。負けちゃったけど、サンフレは大分の監督がなんかお誕生日らしくて、今日スランプくんさん、白鳥さん、ダダダダムナさん、おーちゃんさん、つばゆうすけさん、ありがとう。そう、それでなんかだから勝ち映画が取れてよかったですみたいな言ってらっしゃって、ああまあお誕生日なら仕方ないかみたいな、いやそんな軽いあれじゃないですけど、うん、そうってなりました。サッカー詳しくないんですよ本当は。いや負けて、向こうの選手のヒーローインタビューで向こうの選手が面白かった。ふーさんありがとう。なんかたこ焼きネギ多め派なんですか。ネギ大好き。キルスさん、スカパラダさん、坪井祐介さん、ありがとう。なんかあれ何を言う、あ、なんかそのヒーローインタビューで今日はあの無観客での試合でしたけどどうでしたかみたいな質問があって、その大分の光平選手がなんか大分の皆さんの声援が聞こえました、なっちゃってって言ったんですよ。めっちゃポーカーフェイスで。そう、それがしかもその後の質問もなんか淡々と答えるし、そのなんちゃってに誰も笑ってないっていうかなんかスルーで、そう、へ、面白いってなった。光平選手はいつも面白いよ。そうなの？うん、面白かった。見てほしい。めっちゃ見てほしいな。どうやったら見れるんですかね。ヒーローインタビュー。虹さん知ってますよ。なんかの番組でインタビューしました。私に、私がだったらあの情熱さん、ハレチさん、まあそう、大迫選手と森島選手にインタビューしました。大迫選手すごいよね。失点の時はちょっとあーってなったけど、それ以外すごい、結構スンスンやっててすごいなって思った。みちが笑ってたのが聞こえたんよきっと。いやでも大分の応援はあのサンフレの応援してたからさそう、みちで心落ち着かせています。あにゃにゃん、ま、ツイッターで光平って言ったらすぐインタビュー出てきた。うそ、動画もめっちゃ面白かった。人間なら一回ヒーローインタビューの練習したことあるないけど、人間じゃないんかもしれん。あれレギュラーになってよ。じゃああなたがテレビの社員さんになって私を使ってください。動画もあった。本当？動画あるって皆さん。なんちゃって、なんちゃってのとかあるよ。あるかな、あるよね。応援してたって、あ、なんか光平選手のヒーローインタビューが面白くて、あの大分の声援が聞こえました、なんちゃってって言ってたのに笑ってましたって言ったら、あの道の声援が聞こえたんだよって書いてあったから、いやでも私は大分じゃなくてあのサンフレの応援をしてたので今日っていうことです。サンフレの応援しとることが過去形なんじゃなくて。坪井祐介さん、スーさんさん、ありがとう。解説笑った。だってピックアップで、ピックアップされてしてたって言ってたよ、もうしてないんじゃないみたいな書かれたらね悲しいから。
あらすじが荒くない、うん、清水は負けちゃった。あらまさ、あれも負けたよ。野村さんとのサッカー観戦会は、うわ、サッカーって基本土日しか試合ない。んでもそんなこともない、カップ杯によって。メイク道具やスキンケア用品って買い置きしたりするの？え、買い置きはしないかも。あんまり無観客でもちゃんと流れるのいいよね。なんかアプリから流れてるみたいなね、すごいですよね。あれ見てきた、なんちゃってって言った後のドヤがおもろいよな。サガントス2連敗なんですけど。あら、サガントス好きよ。サガントス、こんばんは。にサインもらった、すごっ。自分もあれしてます、 J リーグのなんか J リーグのなんか歩いて応援、 J リーグウォーキングってやつ知ってます？やってる方いるかな。リモート公演もスピーカーからえ、いいねそれ。ケンチンチルさんありがとう。知ってません、 J リーグウォーク。そう、 J リーグウォーク、 J リーグウォーキング、 J リーグ GO じゃない。スランプくんさん、白鳥さん、ナオくんさんありがとう。 M ケンさんありがとう。 J リーグウォーキングないかな。うちは野球やるなら外野かピッチャーっぽい。そう、なんで。白鳥さん、マー君さん、すぐるさんありがとう。ゴーゴーでさ、ピカチュウのあの風船乗ってるやつ捕まえました。確かに始球式やってみたい、やってみたい、やって140キロとか出してみたい。キックベースもピッチャーだったね。なんでピッチャーだったんだろう、あれなんでしたんだろう、全然覚えてないけど楽しかったな。未知は補欠でしょ。あなたが監督だったらそうですね。おたけえ、おたけさんそうなんですか。いや出るなら、出るならすごい球を投げたい。中国電力さんの CM がめっちゃ可愛かった。カピバラさん兄弟の。頑張りますってキャッチボールしてた。うん、いい線いってましたね。女子の始球式の最速136くらいじゃなかった？嘘、じゃあ120にしよう。私が投げる球は
ひかぜさん、白鳥さん、ありがとう。お、333、え、間違えた、334だ。333ってさ、ささみじゃない？昨日ささみの日だったんかな。すごっ、おふさん、ありがとう。のダンスで鍛えたね。肩ね、全然あれないんですよ、筋肉。肩に筋肉欲しくてさ、でもどうやったら肩につくんだろうってなってる。さしなゆいさん、キョンシーさん、ありがとう。あ、腕立て伏せね。水泳、水泳私全然できない。じゃけんか。人生のキャッチャーサンフレ負けて。そう、今ダンベルやってるじゃん。確かに。さしなゆいさん、クマありがとうございます。投げるフォームめっちゃ綺麗そう。自分ね、だってボーリングも綺麗でしたもんね。ミチの肩の可動域に惚れてる。イエーイ。 NMB さんの新曲8月19日発売。それってあの最近のじゃなくて、ダブルセンターのじゃなくてですか？また新しいやつ。夏目さん、ありがとう。最近してない、筋トレ。どうしよう。おーちゃんさん、ありがとう。あー、ダブセタ。だってだってだって、あの振り可愛かった。あれまだ出てなかったんだ。その現象は私も怒ってる。あのイコラブさんのカメをまだ出てなかったんやってなった。ゆきかぜさん、まささん、ゆきさん、ありがとうございます。カメを STU 体操ずっと続けてたのに今週してない。えー、すごー。多分メンバー1じゃないや、世界で一番やってるんじゃないですか。としやさん、ありがとう。デイリーチよかったね。 MV 先行するとそうなる。そうよね。勉強してくれ。いってらっしゃい。ミート私の歌。うん、いおりさん、ポンタさん、ありがとう。なんかこんなあった。よかった、あんちゃん飲みました。カメオン。背中の後ろで指つくよ。カメオンって誰の曲？イコラブさん。チューインテールが見れると聞いてモバメを撮ってしまいました。嘘。じゃあ送らなきゃじゃん。白鳥さん、ありがとう。カメを鼻歌当たってると途中からそういうとこあるよねになっちゃう。嘘。あんまり全部わからん。もう一日ツインテールの日作らな。
でもツインテールの日っていっぱいあるくない？なんかてか毎月22日はさそうなるよね。道編みも待ってる。あらま、最近してないわね。それなミセスさんびっくりした。活動中停休止。22はショートケーキの日。なんで、ツインテールそんな似合わないから。スタジオティーもう一枚買うかもよ。ええマジ？そうミセスさん独立なん。花澤香菜さんも結婚ね。それな、最近声優さんの結婚が多い。うん、みゆみゆが発狂してた。やばいこの二人はやばいって縄跳びダンス虹優さん MV 見てた昨日。スタートが好き。わかる。スタートとウォンテッドとなんだっけスパークリングみたいな曲しかわかんない。ミセスさん花澤香菜さんいいよね。毎日あの声が聞けるなんて幸せですよね。にじゆうさんってにじゆうって読むんですね。わかりません。私もなんかそう読んでただけ自分で。スピーキングか。うん、昨日にじゆうさんのなんか総集編みたいなやつがあって、それ見そう昨日見て可愛いってなって。めっちゃ遅くなった。でも今更ハマってもって思っちゃって。そう20え20なの？ギルスさん白鳥さんありがとう。虹優かと思ってた。20なん。毎日聞いてる。あら流れてる。読み方20とかけてるでしょ。あ、そうなの？20バンジュラモンスターさん、ナオヤさん、ありがとう。2020だからじゃない。あ、そういうこと？20松前さん、バンジュラモンスターさん、坪井ゆうすけさん、ありがとう。でも私、ママムーさんが好きなんですよ。ゆきさん、坪井ゆうすけさん、りょうはさん、ありがとう。それなみちゅみたいじゃん。にじゆうってトゥワイスさんみたいなイメージがある。トゥワイスさんと同じ事務所ですもんね。そういうものか。それのママムーの軍隊感はいいじゃん。ママムーさんめっちゃ好き。みちゅーこんばんは。いいねその表記。こんばんは。めっちゃいいよね。用意わかる。あのねでも題名でねこの歌めっちゃいいなって思うやつあるんやけど題名が読めんくて。23はなんか韓国のアイドル、韓国の事務所なんですけど日本人の方でそのオーディション番組みたいな韓国ってあるじゃないですかよく。それを日本人バージョンみたいな多分
見てなかったからよくわかんないんだけどね。にじまさんの深夜車やばいよね、かわいすぎた。クリーピーナッツさん、ないものねだねで、日本人もメイクであんなに韓国のアイドルのお顔になれるんだなって思った。いいね。ここで勉強してしまう。それな。K-POP ってダンスがなんか好きなんですよね。ミチにキューブあげたい。集めたい。ミチが韓国メイクしたらどうなるか気になる。韓国メイクが難しいよね。スワイスさんも最初誰が日本人なのかわからんかった。ミサモでしょ。キョンシーさん、ユキカデさん、ありがとう。プロデュース48みたいな企画、ミチも出たいと思いますか。プロデュース48も私本当は出れるっていうか、あの何応募はできる、もう48入ってたしできたはずなんですけどね。最近ショールームでギターの弾き語りしてない。 K-POP って韓国料理が好きなの。どういうこと。男性アイドルのダンス練習ずっと見てる。え、すごいよね。自分はあのストレイキッズさんのダンス見てってなった。なんじゃこりゃってなった。 NHK さんのあの韓国語講座でにストレイキッズさんが出てるから、それの流れで見たの。韓国はとにかく細いイメージがある。足すごいよね。なんで足あんな、あんなみんな細いんだろう。ダンスできるから絶対に。スラッと着せてキレキレなのがすごい。それな。ああなりたいんやけど。なんでなんで。韓国のアイドルって最初から完成されてる感がある。最初から完成されてるのは努力があるからです。いいよな。清美かわいい。すごい体重管理が激しいみたいな、その TWICE さんの事務所は特にみたいな書いてた。成長過程オーディションで見てもらってファンを沼に落とすね。韓国グループってゼロ番とかバミったりしないらしい。そうなの。すごっ。過酷な減量。私も頑張る。環境は人を変える。それは確かに。たくさん素敵なところがある。ありがとう。
自分はね、ダンスはね、なんか腰を落とすのが苦手なんですよね。自分がなんでその上手って言ってもらえるのか分かんないぐらい、自分のダンスの良さが分からんというか、そうちっちゃいしってでかくしようってさ思うけど、できないできなくはないんですけどね、多分。減量といえば、僕は自粛期間で15キロほど減量しました。何したんですか。ピチのダンスが一番好き。ありがとう。ピチのダンスの好きなところはスカートが綺麗に回るところ。嬉しい。でも自分あの髪がなんか髪も踊ったらいいなって思いながら踊ってる。存在感あると思う。嘘。あれそう、正確さはね高いと思う、自分のダンス。食事制限したら、それだけじゃないよね。でもそれにもね、食事制限もね結構根気がいるもんね。あやちゃさんのダンスの髪のコントロールがすごかった。わかる。あやちゃさんの憧れる。髪の使い方、髪まで踊らせてほしい。着地が上手。あ、それはねかのちゃんにも言われた。みちゅの着地が好きって着地が好きで、着地のなんか練習動画かな、本番動画か忘れたけど、着地の部分めっちゃ見てるみたいな「ありがとう」って言った。面白いよね、よく気づきますね。そんなすごっ。でも着地はね確かに意識してる。表情まで曲によって変わる。変わってます。私表情レブニャンさんありがとう。前にもかのちゃんの着地話してた。嘘、覚えてない。言った？痩せた？細くなりました？顔違う。いつも笑ってる。そう、いつも笑っちゃうよね。みちゅの踊り方の真似は難しいってかのんが言った。そうなの？そう、表情違う。嘘、本当？よかった。スタジオセトリのいろんな表情見れるところが良かったよね。まあ楽しみにしといてくださいよ楽しみ。今の STA でもう一回クライムメドレーが見たい。やりたい。真っ暗になればいい。癖があまりない。STで一番顔の使い方上手なのミチだと思ってる。嘘。自分表情ないなって自分で思ってたんですけど、よかった、ちょっとあるってことか。公園での手遅れね。僕恋したい。僕恋踊りたい。
そうやん。ちょっと待って。58分やん。やばいやばい。ねえ、どかさん表情すごい。はーい。それでは壇上を読んでいきたいと思います。みつきちゃんはオセロ、チェス、囲碁、将棋どれが好きですか？オセロしかできん。13位キョンシーさん、12位ユキカゼさん、11位コモチンさん、10位マサさん、9位東京特許許可局局長さん、8位ギルスさん、7位セリアさん、6位ダダダダムドさん、5位坪井ゆうすけさん、4位白鳥さん、3位スーさんさん、2位サシナユイさん、そして1位はドルルルンジャジャンゆきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はドルルルンジャジャン、先生自分の名前が分かりませんさん。誰だ誰だ。ありがとうございました。それでは今日も一日お疲れ様でした。ありがとう。バイテラップ、おやすみっちゅー。名前教えてあげないと。多分ね、米太郎ですよ。またねー。